さて、レッスン3の B 動詞の役割の2つ目ですね。1つ目は、前のレッスンで状態を表すってやつをやりました。私はお腹が空いているとか、いうふうにやりました。で、今回は特徴を表す B 動詞の役割ですね。B 動詞というのは先ほどから言っているように、主語イコールなんだっていうものを表すんですけど、今回はイコールの後特徴が来るっていうやつをやります。ですから何かの特徴を表せるっていうのはこの文章のできることですね。B 動詞は状態、これ先前回やりました。今回は特徴、それから存在の3つを表現したいときに使えるということでしたね。ここでは特徴を表す使い方を身につけます。で、優しいとか素敵だ、学生だ、友達だ、面白い。これらはみんな、さあ、藤岡選手、品詞で言うと何になるでしょうか。優しい、素敵だ、学生だ。形容詞。形容詞です。はい。すごいですね。品詞が得意になってきました。面白いなど誰かや何かの特徴もしくは性格とか性質を表現することができます。あとはステータスや職業を表すこともできます。はい、形容詞とか名詞とかがこの主語の後に B 動詞の後に来るという特徴があります。はい、You're kind. あなたは優しい。あなた、この、まあ、この男の子ですね。すごいハンカチだし、ハンカチ王子。ハンカチ王子。そう。ですから、あなたはハンカチ王子ですという言い方もできますけれども、この場合特徴を表していて、このハンカチ王子、あなたは優しい。優しいという状態なんですね。優しいという状態というか特徴を示しているのが You're kind という言い方です。それから、He's a student. 彼が学生。この人、学生っていうかなんかメッセンジャーみたいに見えますけどね。まあいいや。彼は学生で、He is a student. 藤岡選手は、You are, I am a boxer. そうです。私はボクサーです。はい、で、じゃあボクサー、どんなボクサーですか ?I am strong boxer. まあストロングボクサー。その場合にはさ、何か抜けています。I am a? そう。I am a strong boxer.私は強いボクサーです。もしくは、もう一個の言い方は、私は。え?なんだろう。I am a stronger. 単純に。え、なんだろう。はい、じゃあ高橋選手。え、I am a champion? I am a champion とは言いません。チャンピオンは数えられますか、数えられませんか?数えられる。はい、ということは I am an? I am a champion. I am a champion. だけど、私が今よくしたのはそういうことなんです。あなたは優しい。あなたは You are strong. そうです。Strong は品詞は何でしょうか形容詞。そうです。だから、私が強いっていうことを、あの状態を言いたかったら、I'm strong, you are strong. でもいいし、私は強いボクサーですっていうことを言いたかったら、I'm a strong boxer. I'm a strong boxer. I'm a strong boxer. 強いボクサーというものの前にが数えられる状態。I'm a strong boxer. I'm a strong boxer.です。形容詞と名詞というのはとっても仲良しなので、間にあの突然関数とかぶっ込まない。そこにぶっ込まない。I am a strong boxer って。そこにまたなんか分断、そう、分断、バシャーンみたいな、あーとか言ってなんか、邪魔です。そんなものは邪魔です。そこに突然関数をぶっ込まない。しかも、形容詞の前に関数を、ね、入れてるという、全くとんでもないことです。もう禁錮3年ぐらいの人ですよ。すみません、禁錮3年ぐらいです。そんな人は聞いたことがないですね。今だかつて。いや、聞いたことあるかな。うん、はい。前代未聞です、ね。前代未聞です。なので、まあ、2つの言い方があって、私は強いボクサーですってことが言いたかったら、I'm a strong boxer。で、私は強いです。I'm strong ですね。形容詞。はい。I'm a strong と言うんですね。形容詞に関心はつきませんので。高橋先生、大丈夫ですか?大丈夫です。はい。ダメかもって顔しましたね、今ね。いえいえ。大丈夫です。多分。これ、にゃんこは可愛かった。にゃん。そう、I am a cat. 我が輩は猫である。我が輩は猫であるですね、はい。この場合も、you と kind, he と a student がそれぞれ B 動詞の are と is で、イコールの関係でつながれています。だから、you kind とは言わないんですね。よくなんかそのバックパッカーみたいな人の英語とかそうなってますけど、you kind みたいな、I eat, you kind みたいななんかなってる人いますけど、それはダメなんですね。you are kind. あなたは、あなたイコール優しい。he is a student. 彼イコール学生って言い方をします。とっても簡単ですね。
では、リパイドチェックをきます。赤いシートを取り出して、隠していきます。はい。じゃあ、高橋選手。はい。私は恥ずかしがり屋です。I'm shy. そうです。I'm shy. そうです。はい。藤岡選手、2番。They are friendly. そうです。はい。気さくっていうとね、なんかちょっと英語思いつかないんですけど、要するに、友達気さくなんです。They are friendly. Friendly.うん、friendly. はい、じゃあ高橋選手、上田さんは率直です。Mr. 上田 is frank. うん、そうです。Mr. 上田 is frank ですね。率直。それからじゃあ藤岡選手、この映画はすごくいいです。This movie is great.、うん、そうです。私たちはアルバイトです。高橋選手。We are part-timers.、うん、We are part-timers ですね。We are part-timers. アルバイトとか英語はないんで、そう、アルバイトみたいな英語はないのでね、part-timers ですね。はい。それから藤岡選手、私の母は猫好きです。My mother is a cat person. そうです。これでとても便利な言い方で、なんとか person ってよく言うんですね。私は朝方です。I'm a morning person とか。Mm-hmm. I'm a night person とか。あなたはコーヒーと紅茶と I'm a coffee person とか言ってます。Mm-hmm.ちょっと私ってなんとかな人なのとか言って落としですけど。なんとかなタイプみたいな。なんか危なく、はい、my mother likes って言いそうになります。ああ、likes でもいいですよ。でも猫派みたいな感じ。猫派。うん。猫派とか犬派とか。my mother is a cat person。そう。だから例えば、my mother likes morning とかだとちょっとおかしいんですよ。そういう言い方はしないんですね。うん。だからこの言い方を覚えておくと、my mother is a morning person だから夜は機嫌が悪いとか。いうことができるんですけど、私の母は朝が好きですとか言っても好きなんですか母みたいな。まあね、まあ、伝わらなくはないけど、ちょっとそういう言い方はしないんですね。なるほど。そうなんです。なんで、I like coffee とかでもいいです。私はコーヒーが好きですでも別にいいんですけれども、I'm a coffee person と言うと私はコーヒー党なんですみたいな感じなんです、ね。なるほど。便利ですね。便利なんですよ。だからこういう人を型を覚えちゃうととても便利なんですよ。うん。うんじゃないとなんかキャットパーソンで言うとなんか猫女とか思っちゃって、はい、何あんた猫のコスプレでもしてんですかみたいな爪でも長いんですかみたいなそれともニャーって鳴くのみたいな感じになっちゃうんですね、はい、なのでこういう決まり文句がありますと、はい、じゃあねブーコさんに行ってブーコさんでちょっと音声を聞きましょう5番の音声です 1. I am shy、はい、I am shy They are friendly. They are friendly. Mr. Ueda is frank. Mr. Ueda is frank. Four. This movie is great.別に、interesting とか good とか何でもいいですけどね。nice とか、うん、何でもいいですけれども、great って言います。5. We are part-timers. We are part-timers. じゃあ、私はアルバイトですだったら何でしょうか、藤岡選手。I am part-timers. え？何？Okay. I am a part timer. そうです。そうです。図をつけないんですね。私なので、この人は私たちはアルバイトです。そうか。そうです。I'm a part timer. そうです。はい。私はアルバイトです。うん、はい。ここまで大丈夫でしょうか。はい。はい。あ、もう一個抜けた。はい。6.My mother is a cat person. My mother is a cat person. はい、高橋選手はどっち派ですか I am a dog person. はい、藤岡選手。I am a dog person too.ああ、すごい。私もみたいな。Me too とかですよ。Me too. そう、Me too.はい、では、クイックレスポンスに行きましょう。はい、チーン。じゃあ、
今日も高橋選手からいきましょうか。はい。はい。あなたは恥ずかしがり屋ですね。You are shy.、うん、はい。彼は気さくです。He is frank. Meg はすごく頭がいいです。Meg is so smart. このゲームは面白いです。そのゲーム。That game is fun. このドラマはすごくいいですよ。このドラマ。This drama is very good. 私はサッカーファンです。I am a soccer fan. 聞かないで。サッカーファン。そう。はい。そう。語尾あげちゃったね。聞いてることになっちゃう。私はサッカーファン。知りません。そんなこと。私サッカーファンかな。彼らはプログラマーです。They are programmers.ずはい。私の味は率直です。率直ってなんだっけ？あれ？あ、率直はフランクじゃない？うん。いや、気さくがフランクで。フレンドリーじゃない？フレンドリー。あれ？気さくはフレンドリーじゃない？私の味は率直です。率直？素直ってことですか？率直って。フランクじゃねえ？違う？次。マイ？アン私のおじ。あれおじ。アンアンコアンクルアンク。押して出さないでください。あれアンクルじゃん、私だっけ。自力でやってください、高橋選手。My uncle is 率直ってなんだっけ ?Kind。Kind。はい、失格。はい、9番。私はここで新しい。私は新人です。I am new. 聞かないでください。I am new. ニックはイケメンです。ニック is good looking. はい、じゃあ、高橋選手、じゃあ、藤岡選手行きましょう。はい。あなたは恥ずかしがり屋？あなたは恥ずかしがり屋ですね。You are shy. 彼は気さくです。He is friendly.メグはすごく頭がいいです。メグ is so smart. このゲームは、そのゲームは面白いです。The game is fun. このドラマはすごくいいですよ。This drama is so good. 私はサッカーファンです。I'm a soccer fan. 彼らはプログラマーです。They are programmers. 私の味は率直です。My uncle is...フランク。私は新人です。これがわかんないな。I'm... わかった。I'm a new person. I'm a new... 私はここでは新しいと考えて。手を出さないでください。I'm a new! ニックはイケメンです。Nick is good looking. はい、では正解に行きます。はい、1番、You're shy. これ2人とも合ってましたね。You're shy. Shy. He's friendly. He's friendly. 高橋選手、フレンドリーですね、これは。フレンドリーですか、はい。Meg is so smart. Meg is so smart. うん。クレバーでもいいんですけど、クレバーはちょっとね、そのこっちの言ってるところの頭がいいとちょっと違うので、ちょっとね、少しニュアンスが違います。それから、The game is fun. 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 これね、ちゃんとね、だって言ってましたね、中岡選手、素晴らしい。This drama is great. 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 I'm a soccer fan. 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 そう。でね、これちゃんと藤岡選手はね、監視が最近言えるようになってきたんですね、素晴らしい。だから、They are programmers. They are programmers. Programmers. They are programmers. うん。なんですね。なので、藤岡選手、これまた複数形が言えるようになりましたね。高橋選手は言えると思います。My uncle is Frank. 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 高橋先生がね、おばさんにしてましたね。アンとなってましたね。はい。おじさんは、アンコウです。アンコウ、はい。アンコウ、アンコウ鍋ですね。アンコウ。アンコ、うん、鍋です。鍋に入れる。おじさんは鍋に。鍋。はい。フランク。My uncle is Frank. My uncle is Frank. I'm new here.
I'm new here. Here か。そう、ここですね。I'm new here. I'm new here. 私はここじゃなくても、ここでなかったら、私は新人ですだったら、I'm new でですね。I'm new. そう。自分惜しかったな。そうなんです。例えばなんかその道とか建物の中とか部屋の中で誰かにあのすいませんトイレどこですかとか言ったら Sorry, I'm new here とか私ここあの新人なんで分かりません、まあ、トイレは聞かれないかとか例えば仕事が聞かれたりして分かんなかったら Sorry, I'm new here とか言って逃げて引っ越ししてきたばっかりで道尋ねられても分かんない時もそうですか時は I'm new to here とか言ったりします、ね、I'm new to here そうなんでこの辺りにはちょっとあの新しいあの不慣れなんでみたいなあとは、I'm not living here とか言ったりしますね。I'm not live living, living here. 私はここに住んでないんです。I'm not living here. あと、海外旅行とか行ったりして聞かれたら、Sorry, I'm tourist って言います。私も旅行者なんでって、意外と、ね、旅行者が道聞かれたりするんですよね。親切そうだから。怪しくないんで。私は旅行だから、あの私はもうツーリストですって言ってことがあります。その前に方向地なんですけどね。まあ確かに。So, Nick is good looking. Nick is good looking. Looking. Nick is good looking. Nick is good looking. そうです。なんでちょっとね、このあとかこのニューとかあのあたりがちょっと怪しかったかなと思いますけど、大体大丈夫ですね。はい。じゃあ、ブーコを作ってやってみましょう。このね、ポーズ、さっき2回目に言った通り、ポーズをちょっとね、やってみてください。6番。One.あなたは恥ずかしがり屋ですね。You're shy. 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 Two. 彼は気さくです。He's friendly. He's friendly. He's friendly. あれ、高橋選手、なんか変な He's friendly. はい、なんか、あとか今、なんか、あ、僕も高いようですね、どうも、この人は。非常に悪い人ですね。強制が必要ですね。He is friendly. Three. Meg はすごく頭がいいです。Meg is so smart. Meg is so smart. Four. そのゲームは面白いです。The game is fun. 高橋選手、何か飛ばしました。The game is fun. なんかね、だがちょっと聞こえなかったですね、しかも。だが聞こえなかったですか？だが聞こえなかったです。このドラマはすごくいいですよ。This drama is great. グッドでも別にいいですけど、グレートの方が、あの、いいのレベルが上がります。This drama is great. 私はサッカーファンです。I'm a soccer fan. Seven. 彼らはプログラマーです。They are programmers.They are programmers. They are programmers. Eight. 私のおじは率直です。My uncle is. 選手また何かぶっ込みましたね。この人は。5年ぐらいですかね。My uncle is Frank. そうです。あ、入れない。My uncle is Frank. Nine. 私は新人です。I'm new here. I'm new here.
I'm new here. ニックはイケメンです。Nick is good looking. You're shy. He's friendly. That is so smart. The game is fun. Drama is great. I'm a soccer fan. They are programmers. じゃあ私たちはアスリートです。We are athletes.、そうです。My uncle is Frank. I'm new here. Nick is good looking. はい。何かわからないところあるでしょうか。大丈夫です。慣れてきた。慣れてきました。高橋選手、難しそうな顔してます。なんか図がやっぱり結構強めに言っていいんですね。なんかお腹が硬くなるまで息を吐いてズッ。ズッって。わかります。お腹が硬くなります。ズッ。ズッ。そう。ズッ。プログラマーズ。そう。プログラマーズ。プログラマーズ。そうそうそう。ああ、わかりました。結構言わないと聞こえないです。わかりました。はい。あとは、高橋選手は監視をぶっ込まない。そうですね。はい。それでもなんかあれなんですよね。多分ね、音で聞くと、名詞だか、なんか形容詞だかが分かんなくなっちゃうんですよね、多分。ああ。なんか一瞬、なんかそれで多分、あっていうのをこうぶっ込んだりぶっ込まなかったり始めちゃうんで、そうですね。これも習慣っていうか、私なんか、あが入ってる人は気持ち悪いんで言わないんですけど、多くの日本人は死んだ後に母音発音した方が楽なんで、どうしてもね、例えば、ダッツアとか言いたくなるんですね。うんうんうん、必要なくても、なんかセットで言っちゃうことがあります。そこの口を減らしていって、合ってる音で発音した方が自然になってくると、あが入ってると、俺はこれおかしいぞってなって発音しなくなります。なるほど、はい。なので、100回も1000回も繰り返すと。はい。はい。では、本日は以上です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。